あなたって泣いたことはあるの？生まれた時に一度だけ？あなたが言うと冗談に聞こえないわね。ガンマが寄せという工業小屋を作るそうよ。何？目を輝かせて。まさか出演するつもり？急に相方とか呼ばないで。行き倒れている人を見るたびに、自分もああなっていたかもしれないと思うの。いくらエルフでも長生きできなかったでしょうね。あなたの青紫の魔力、美しいと感じるわ。何度か同じ色に練り上げられないか試したけど、どうしても違う色になってしまうの。前々から不思議だったのだけど、なぜ教団の活動をことごとく見抜くことができるの？預言者？それとも千里眼の持ち主なのかしら。ベータが書いた小説を見せてもらったの。確か「ロメオとジュリエッタ」だったかしら。切ない物語だったわ。ガウ、アルファと狩りに行くのですよ。で、デルタの真似をしたらあなたの笑顔が見られるかもと思って。忘れてちょうだい。高いお店に入ろうとして追い返された？ドレスコードに引っかかっただけ。いえ、知られたくない教団の秘密施設かも。調べてみるわ。何年か前は自分の欠点に悩んだものだけど、今は考えないようになったわ。長所を伸ばす方が建設的でしょ。珍しく疲れた顔をしているのね。ほら、そこに座りなさい。あなたに習ったマッサージしてあげる。この前オートで聴いた行進曲は良かったわね。勇ましくて心が奮い立った。好きな時に何度でも聴ければいいのに。あなたと再会するまでの3年、長いようで短くて、でもやっぱり長かったわね。そっちも少しは寂しいと思ってくれていた？久しぶりに再会した時、すぐに私だと気づいたわね。香水が昔と同じだった。そう、覚えてくれていたの。シャドウガーデンも大きくなったわ。三つ星商会も含めれば数百人規模の一大組織よ。その気になれば世界を手にできるかもね。あら、服が破れてるわよ。どこぞの王女様にでも着られた？貸して、繕ってあげる。心躍る時間は過ぎるのが早い。もう少しあなたとこうしていたいけど、そろそろ次の任務の時間ね。あなたに助けられてもう5年も経ったのね。
仲間を集めるために飛び回っていたから、一緒に過ごした時間が短かったように感じるわ。今日は久しぶりの休み。なのに、こんな時でも組織のことを考えてしまう。そんな性格ね。マグロナルドに新バーガーが出たの知ってる？そう言うと思って買っておいたわ。後で一緒に食べましょう。思い出すと恥ずかしいこと？最初にあなたと会った時のことかしら。それは、その、見たでしょ？私の裸を。ベータとイプシロンの厨房を覗いた時、とっても仲良さそうに作っていたわ。二人はいいパートナーになること間違いなしね。あなたと離れてからの2年間、報告はしていたけれど、それ以外にもいろいろな出来事があったのよ。興味ある？そうね、何から話そうかしら。お祝い、楽しんでくれてるかしら。いつもの団らんも悪くないけど、たまにはこういう華やかなのも素敵でしょ。その、いつも本当にありがとう。雰囲気って大事よね。普段言えないことも言えちゃうんだもの。楽しいパーティーにできたのは、ベータの下調べにガンマの企画、イータやゼータの手助け。とにかく、みんなの力があってこそなの。